光の姫と影の姫あるところに光の姫と影の姫という二人の姫がおりました光の姫はすべて輝く光からできていましたし影の姫はありとあらゆる影からできていましたある日 光の姫が影の姫にお休みを言うとき、ふとこう聞きました。ねえ、あなたは悩むことってあるそうねえ。影の姫は考えました。悩むというほどでもないのだけど、たまに影で居続けることに疲れてしまうの。 もちろん暗いところは落ち着くし大好きだけどずっと暗いところにいるとなんだか寂しくなる時があってね。光の姫はそれを聞いて驚きました。まあそうなの話してくれてありがとう。光の姫は影の姫をそっと抱きしめて言いました。 ねえ、知ってるあなたがいるからこそ、私は光なの。私が美しく輝いていられるのは、あなたの影の美しさのおかげよ。だって、あなたなしには、私は輝いて見えないもの。すると、影の姫が目を輝かせながら顔を上げました。 私が影であることが、あなたの役に立っているのね。嬉しい。光の姫は、そうよ、あなたは私にとってとても大切なの。と、うなずき、続けます。実はね、私もあなたと同じで、たまに疲れてしまうのよね。だって、 ずっと光を作り出さないといけないでしょ光はみんなの希望になるし嬉しいけど、私もたまに休みたくなる時があってね。影の姫もそれを聞いて驚きました。そうだったの。話してくれてありがとう。そして影の姫も 大丈夫よと、光の姫を抱きしめて言いました。ねえ、知ってるあなたがいるからこそ、私は影なの。私が美しい影を作れるのは、あなたの光の美しさのおかげよ。光の姫も喜びました。それなら私、あなたのために、 もっと明るく輝くわ。光の姫と影の姫は微笑み合いました。私たちは違うからこそ支え合えて私たちらしくいられるのね。それならもう悩んだり寂しくなる必要はないわね。私は光でよかった。私は影でよかった。 こうして、二人の姫はわかるようになりました。光の姫が元気に輝くときは、影の姫も元気に影を作れますし、光の姫があまり元気がないときは、影の姫もやはり元気がないのです。そんなときは、二人はお互いを励まし合いながら、 支え合いながら元気を取り戻していくのです。光の姫と影の姫のお話でした。おしまい